ハウトレインは南アフリカの鉄道路線である。2010年のワールドカップ開催を機に官民共同事業として2010年に開通した。特に白人が多く住み現在のヨハネスブルグの中央経済地区となっているサントン地区やローズバンクとオーアールタンボ国際空港、そしてプレトリアと間を安全に結ぶ交通手段として建設された。2010年6月に サントンヨハネスブルク国際空港間が開通。その後、2011年にはプレトリアハットフィールドまで、2012年にはヨハネスブルグパーク駅まで延伸開通した。南アフリカの鉄道は狂気であるが、この路線は標準機で建設されている。開通後、1日あたりの平均輸送人員を10万人として、ヨハネスブルグ近郊のナショナルロード N1 の 交通量を20%削減すると予測されている。サントン駅からヨハネスブルグパーク駅までの1 5トルほどは地下鉄となる。ボンバルディア社製のエレクトロスター4両編成の列車が平日はピーク時で毎時5本、それ以外の時間帯で毎時3本、休日は毎時2本で運行されている。 運行時間は5時台21時過ぎまでで、最終電車が20時台となる駅も多い。最高速度は時速160キロメートルである。空港線はヨハネスブルグパークまでは直通せず、サントン駅までの運行となる。運賃は距離制であり、OR 田んぼ国際空港からの運賃は高く、設定されている。また、本線は時間帯によって運賃が変わり。 最も高いレッド、ついでオレンジ。空港線は終日同料金である。以下は本線は左からグリーン、オレンジ、レッドの順の料金である。各駅、車両内の警備は厳重であり、運賃も高額であることと、白色人種の多い、富裕装地区を中心に通るため、メトロレールとは対照的に治安上は全く問題なく、安全な公共交通機関である。 利用者のほとんどが白色人種と富裕層のアフリカ人種である。ヨハネスブルグパーク駅の外は非常に危険であるが、ハウトレインの駅設備は他の駅施設と区別されており、ハウトレインの施設外に出ない限り問題ない。メトロレールとの乗り換え駅であるローデスフィールド駅もハウトレインの駅施設は安全確保のためにメトロレールの駅構内とは完全に隔離された構造となっており、 校内には、切符保持者のみしか入居できない。2015年6月に延伸計画が発表され、将来的にはソエトなどへ延伸される計画がある。ありがとうございます。